可否を奪うと瞬く間に徐州全土を制圧した。ヨルベを失い妻子も囚われた劉備は呂布に和睦を申し出る。呂布はこれを入れると劉備に妻子を返し勝敗の地を与えた。その翌年帝を戦勝した袁術が劉備を討つべく軍を起こす。劉備は状況の不利を悟ると呂布に袁術との仲立ちを求めた。袁術など呂布にとって相手をする価値もない雑魚だが、劉備の要請には久しくなかった心地よさがあった。人に壊れ己の力を示す、そこにあるのは強者としての優越。呂布は劉備に仲立ちを約束すると袁術が陣取る樹春へ向かった。長領、陳宮、呂霊騎も呂布と共に戦地へと駆ける。戦州袁術の軍に対し鬼神の軍がその部位を示す。鬼神の娘呂霊騎、皆を勝利へと導こう。助手を奪い兄者を勝敗に押し込めるとは、呂布なんという不義の輩よ。兄者が止めねば切り捨ててくれるものを。この屈辱関雲長生涯忘れまいぞ。呂布の野郎ふざけんじゃねえ。兄者を保護した気になりやがって、その上兄者を弟分扱いだ。思い出すだけで腹渡にえぐり返るぜ。兄者も兄者だぜ、なんであんな奴。誰か酒持ってこい。袁術など捨ておいてもよいもの。されど呂布殿は劉備殿のため動かれた。近頃私の意見はお耳に入らないご様子。今派手に動くと天下は遠のくのだが。袁術など恐るるに足らず。しかしこの戦心が躍るのを抑えられん。我らと関羽殿が共に戦う日が来ようとは、今この軍は天下に最強やもしれん。劉備、災難だった。袁術が攻めてくる。呂布殿、心配するな。俺が袁術との間を取り持ってやる。感謝する呂布殿。この騒乱の収拾お願いいたす。行くぞ。歯向かう奴は全て蹴散らしてやれ。この戦私が皆様を知る。くれぐれも勝手な行動は慎まれます。敵の相手になる現実には寄せません。ここは強豪我らの優位に進めます。なんで俺様が本人の趣味なんだよ。本人たちは全然いない。我らに向かってくるとはいい度胸だな。ここで蜂の巣にしてやる。我らは現実の配下の関西の壊れているのでしたな。工作部隊に修繕をお願いいたしますよ。何してやがる。俺の目の前で小細工とはいい度胸だぜ。これはいつもながらお見事ですな。無駄なものはいなくなりましたな。急ぎ橋を直しましょうぞ。
く。
策を乱されては一大事なのですが。敵が知恵の実を壊しているだと？やめさせよ。誰か早く止めぬか。指示も守れず気ままに暴れるだけか。猛将と聞いていたが呆れたものだな。小娘のくせに正論かよ。分かったよ、本陣に戻れ。何、敵将が長飛を止めたの？決めてやろう。何やら妙な鍵ができてしまう。いざいざ一斉攻撃を仕掛けましょう。ハサミ撃ちか。どっちを相手にすればいいんだ。陳旧殿の知略頼もしいものよ。いつか必ずお前を俺のものにしてみせる。私の夫になるだろう。笑わせてくれる鬼神の娘が貴様程度の器に収まると思うな。そなたの働き宇宙随一。残り勝負を邪魔する周公金が相手となろう。覚悟。その屈辱を注がせてもらおう。演術、ここでお互い矛を収めぬか。帝を制したことを償えば。やかましいぞ劉備。呂布にいいようにされておいて何を上から。己やめろ。くだらん小競り合いなど見飽きた。貴様らも十分だ。和睦しろ。呂布、貴様も何を寝ぼけたこと。ならば賭ける。俺が今からあれを弓で射る。当たったならば兵を引け。外れたならば好きにするがいい。いくら貴様でもあのような遠くのものなど。よかろう、その賭け乗ってやろうぞ。劉備、お前もいいな。
お見事。男に二言はない。貴様の牙をたたえ、ここは刃を収めよう。よし。